選手重傷の町田ゼルビアが JFA に意見書提出。天皇杯で町田4選手が重傷。黒田監督が批判覚悟で苦言事実として足に言っていた日本協会に質問書提出へ。町田の原康史フットボールダイレクターは同日、この試合の判定基準について日本協会に文書で問い合わせる方針を明かした。何分に何があった、と事実を提示する。学生のせいにしてはいけないし、非難するつもりはない。レフェリーが基準を示して試合をコントロールすべきだったのではないかと伊藤説明した。町田とかいう審判の見えないところで暴行を繰り返すチームが意見書とかどんなお笑いだよ。自分たちも意見書を出されてもおかしくないプレイしてるのに、同じようなプレイされただけですぐ提出するんかい、意見書ラッシュになっちゃうよ。J リーグクラブは町田と対戦した後に質問書意見書を出していこうぜ。JFA って思いっきり筑波罰だから、今回のことで協会が筑波にペナルティ与えるはずがないのによくも町田は意見書なんか出せるな。黒田も町田も嫌いだけど審判団の判定に意見書を出すのはわかる。町田はそりゃ意見書も出すだろ。4人も負傷したって事実は自業自得とか関係なくどう考えても普通じゃねえし、審判本当にゲームコントロールできてたの？って疑いの目が行くのは当たり前。レフェリーは試合開始3秒とかでボールと関係ないところでタックルしてるやつにはちゃんと VAR 使うなりしてちゃんとカードを出せるようになればよい。自分たちのラフプレイ、レイトプレイのことは棚に上げて、結果的に自陣に怪我人が出たからって意見書？これ町田サポはどう捉えてるわけさ。まあ筑波戦は審判がコントロールできていなかったのはあるかな。